あとね、これ世の中で、BTS 問題ですね。原爆がプリントされた T シャツ着用したことが議論を呼んで、先週のテレビ朝日系の音楽番組出演中止となりました韓国の人気男性グループ BTS について、防弾少年団ですよね。アメリカのユダヤ系団体が過去にナチスをあしらった帽子の着用やコンサートで掲げる演出があったとして非難しています。このユダヤ系の団体は BTS は日本とナチス被害者に謝罪すべきというふうに強調し、所属会社にも公式な謝罪を求めたということなんですね。この BTS の騒動ですけれども、田中さんはこれどうご覧になってますか？そうですね、先週も少しこの件について、視聴者の、ね、方のこう、どう思うかってですね、お尋ねに、答える形で、BTS は、最近はユネスコの、要請でですね、いろんなこう活動をしていて、で国会でです、あ、失礼、国連で、自分たちの、人間の多様性であるとか、自分を大事にするとかね、そういった観点からスピーチして、でこれは国際的なニュースにもなったんですよ。でそれにしてはですね、やはりこの原爆の T シャツだとか、今回のねこういったナチスのね、服をあしらったものとかね、帽子の着用とか、そういったものを見るとですね、彼ら本当に自分たちの言っていたこと、その人間の多様性っていうものをね、ちゃんと重んじるような姿勢を、深く考えているのかなというふうにですね、僕は批判的にですね、思ったんですよ。で今回ねこのユダヤ系団体がBTS は日本とナチス被害者に両方に謝罪すべきであるというような、メッセージを出したってことは、これはね BTS も非常にこう重くね、取ってほしいですね。で日本のこういったメディアの取り上げ方だと、例えば音楽番組にテレビ局とですね、言ってみれば密室でなんか打ち合わせしてこう出るのやめたとかね、そういった報道がなされているんですよね。でこれ密室でねそんなことやるんじゃなくて、ちゃんと BTS 側は、公の場で表現者なんですから、ちゃんとね、自分の意見、謝罪するな謝罪する、何か自分たちの意見があるなら言うと、そういったことを表現者らしくね言うべきだと思うんですね。なんかこうだんまりをしてるのはちょっとねこれはダメだと思いますね。もしかしたら本人たちはそうしたいんだけれども、周りが抑えちゃってるとかね。それだったらねやっぱね、国連であんなね人間のこう価値観、自分でも大切にするっていうね、メッセージをね出すということとは明らかに矛盾しちゃうんで、もし自分を大切にするんであれば周りのスタッフが止めようが、もうねこういった国際的な問題にも波及しちゃってるんで、自分なりの考えをね言った方が不安も、またそれ以外のね、多分ロイターがこれ取り上げてますんでね、英語でも、配信されてると思いますから、もう国際的なね問題に、なる前に、もうなってると思うんですが、自分たちのね考えっていうものを言った方がいいと思いますね。現在メンバー来日中で、今日と明日東京ドームで公演があります。で土曜日曜個別握手会も控えているということなんですね。